友達が増野さんの大ファンなんですよ。お、いくつの子？ 19です。写真とかあんの？写真は向こうにあったか。はい。何つってたの？その子すっごいもうずっと前から増野さんのファンでずっと見てるって言ってて、で12月23日に誕生日なんですよ。なので、ああもう全然いいですか。一回写メ見せてもらっていい？一回写メあっての可愛いです。すごい。そっかそっかそっか、なるほどね。美人？美人です。どういうふうに好きな、どういうところがどう好きだって言ってる？なんかネタとか、私も結構増野さんのネタとか見るんですけど、私より全然詳しいです。お、詳しくて、ネタ面白いと言ってくれると、芸人さんも好きな第一歩ですよね。あとはあとなんか、私がアイドリング入る前にも、増野さんが好きでアイドリングを見てるんですよ。あ、そうなんだ。はい、だからなんか、どういうところが好きだか言ってる。そんな詳しくは言ってないんですけど。あんま言ってないの？今度バンバン振ってみて、どういうところが好きって。いやでも本当になんか顔？あら！とは言ってない。顔とは言ってないですけども、顔多分顔とか性格とかじゃないですか。顔とか性格？ネタとか全部好きって言ってました。全部好き。あなるほどね。だから観覧も、私が来てよって言ったんですよ、好きなの。そしたら、いや増野さん見に行きたい観覧って。ああ、いやいやもうすぐ来てほしい。なんで今日連れてきてないんだっていう話。そんな。いやいやいや。だから、はい。くれぐれもよろしくお伝えください。はい。まあ、本当なんか機会があったら。ね